お疲れ様です。速稼塾の久保です。今回ね、さっきまで、ちょっとね、こう、LINE のやり取りをある方としてまして、それは速稼塾の塾生さんで、まあ、若い女性なんですけどもね、風俗関係のお仕事をされている方でございます。性風俗産業に従事されている方ですね。まあ、この方はもうすぐ1年になると言われてましたけども、まあ、きっかけは、この感染症騒動で、自分がね、やっていた仕事が、ちょっとね、うまくいかなくなっちゃって、で、大学、専門学校に行きながらだったかな、専門学校が大学に行きながら勤めていたところがちょっとダメになって、授業料がどうしてもね、自分が見込んでいた分が、まあ、親からの仕送りと自分で負担する分とって考えてたらしいんですけども、払えなくなっちゃったんで、まあ、意を決して風俗の世界に行くことにしたらしいんですよ。で、最初は結構ね、やっぱり抵抗があったらしいんですけども、今ものすごくね、いい仕事だなって感じてるらしいんですよ。そのことについて、なんかね、たまに連絡いただいてたんですよね。最初の頃はすごく抵抗があったとか、その仕事に入って本当にね、転落していくんじゃないかなっていうことをね、いろいろと心配したりとか。で、今どういう思いでやってるのかってことがね、これがね、なかなかね、興味深かったんで、ちょっとね、その方の許可を得てシェアしたいと思うんですよ。もちろんプライバシーに配慮しながらなんですが、その方がね、今感じてるのは、ものすごく奇妙なこの世の中の構図だっていうこと。そして自分の受け入れ方が、ぐるっとね、変わってきてしまったってことなんですよ。というのがね、普段はマスクをしたり、人との距離を保ったりとか、ほとんど、自分のソーシャルディスタンスですよね。半径1メートルなり2メートルに人が全然近づいていかない、そんな状況なんですよね。コンビニとかスーパーで買い物しても、レジに並ぶ距離っていうのがすごく離れていたりね。あれだったら、人がなんかね、こう通路ですれ違う時にお互いにこうやって避けるような感じで、なんでお互いに汚いものを見るような感覚でね、それこそ人と人との触れ合いを確かめたことっていつだったかなとかね、小さい子は今おしくらまんじゅうとかっての知らないんだろうなとか、本当に身近な人とでも握手もしなくなったし、その学校のね、ちょっと飲み会もなくなっちゃったし、以前は飲み会っていうかね、高校の頃の、まあ、高校生上がったばっかりなんでね、その高校の頃 の, その打ち上げとかね、まあカラオケにみんなで行こうよって時でも、本当になんか肩組み合って歌ったり踊ったりしていたりとか、あとジュースとかもね、回し飲みを男の子も女の子もこう一緒にしたりとかして、それが普通だったのに、今はそんな回し飲みなんてとんでもないし、みんなマスクをかけていて、はっきり言ってもう目しか見えないから誰かわかんないみたいなね、ドモホルン・リンクルのね、こうやって工場の人みたいだっていうふうに言われてましたけども、まあそういったすごくね、ギスギスした状況の中で、自分は風俗の仕事をしてるわけじゃないですか。そうなると、さっきまで知らなかった人といきなり裸になってね、一緒にシャワーを浴びたり、洗いっこしたりとかして、まあなんか濃厚接触をして、じゃあお疲れさん、また来てねって感じで見送るわけですよね。つまり、仕事ではものすごく、人のぬくもりを感じるんですよ。で、お客さんすごく優しいし、自分の体を気遣ってくれて、乱暴な人は全然いないと。なんでこんなに優しいんだろうと。私から見ても見ず知らずの人だけども、その見ず知らずのお客さんからしても、私は見ず知らずの人間のはずなのにね。で、自分の好みの性格かどうかわからない、好みの体型とかボディラインかどうかもわからないけども、ものすごくこう骨董品を扱うようにね、丁寧にしてくれたりとか、優しく触れてくれて、なんかぬくもりとか妙な愛情を感じるらしいんですよ。で、仕事が割と楽しみっていうかね、普段人に触れてもらえないし、人にこうやって嫌がられてるみたいな感覚を覚えてるのに、なんかね、お仕事に入るとみんなこう目と目を見つめ合いながらね、優しく声をかけてお客さんがくれて、で、なんかすごく安心する世界がそこにあるみたいなんですよね。で、当然その仕事に就く前はそんな知らない人となんかね、なんか手を握るのも抵抗があったくらいだったのに、だんだんこうやって世の中の動きと自分の仕事ってのがなんかまるで入れ替わっちゃったみたいな感じになってね。もちろんその風俗の仕事は期間限定でどっかで辞めないといけないって気持ちは全く変わってないし、そこに溺れる気持ちもないし、稼いだお金っていうのがそのまま額に消えてるんで、生活が向上してるわけでも豪遊してるわけでも何でもないんで、金銭感覚が狂ってないって言うんですよ。例えばこっちで30万入ったものがそのまま30万支払いに消えるんで、本当になんかこう残ったお金っていうのはたまにランチにね行くぐらいの
本当こう爪に火を灯すような余裕ぐらいしかないらしいんですよ。ですのでお財布の中にはいつもね1万円以下しか入ってないしみたいなところで言われてました。本当にだから自分のランニングコストが右から左に行ってるだけなんだなと、逆に考えるとこの仕事がなかったら多分もう今学校辞めてるみたいなことも考えてるっていうふうに言われてましたけどね。まあ何にしてもその方が言われたのは、繰り返し言われてたのは、人と人との感覚がすごくね寂しくなっちゃったってことを深く感じる。それは自分の仕事ではもう 誰ともしないような濃厚接触をしてるから余計だっていうらしいんですよ。でそこでは本当お互いの健康状態は気遣ってね、ちょっと調子悪かったらみんなお休みするし、で体調を悪くした人は全く来ないしみたいな、ね、なんかもしかしたらこれすごい環境なんじゃないかなって思うって言ってましたね。でなんかその検査とかも定期的に受けさせてくれたりとかね、スタッフの方もコンディションとかものすごく気を使ってくれて、で店内も清潔ですごくね思ったよりも綺麗で可愛らしくって、もうこういうデザインを自分の部屋に持っていきたいとかね、なんかそんなことも思っちゃうぐらいだって言われてましたね、はい。まあこの2年間の感染症騒動はまだもうちょっと続きそうですけども、感染症騒動がある中でもね、ある国では戦争が始まったりとか、核兵器が使われるかどうかを匂わしたりとか、まあ時代は動いていくなと、人の欲望は誰かの夢を壊していくなとか感じる中で、世界中で流行っている感染症ね、もともとは中国の武漢のちょっとなんかね市場で生まれたもの、これがだから地球の隅々まで本当に行き渡ってしまうんだなっていう、そのパンデミックの恐ろしさとね、あと情報の伝達のスピードの速さですよね。どっかの国で起きた出来事がもう今世界中の人が知るようになってしまったと、まあ、そういった影響力を感じながらね、最もなんかこうすごい社会勉強してるって言われてましたね。だから今学校がなくって、学校で学べるはずなのにキャンパスライフが送れないとか、全然勉強ができないって嘆いてらっしゃる方もいると思うけども、同年代でね、私はすごい勉強してますよって言ってましたね、むしろこんな時代に自分がこの年代でいることによって、今まで自分がなんてね守られてきたのかっていう、本当感謝とありがたさと感じてきた甘さ、これから立ち向かう世界が気を抜けないね、もう本当一瞬も気を抜けないぐらいのとてつもないジャングルなんだなと、でも同時に温かいっていう部分もあるんだな、だからその厳しさと温かさを自分で見極めて過ごしていかないといけないんだなっていうことをね、学び続けてますよ、本当に勉強になりますよ、ということでございました。まあこの方はね、もしかしたらインターネットの力も私のこととかでね知ってらっしゃってくれてるんで、もしかしたら来年あたりはね情報発信者としていきなりブレイクするんじゃないかなと思ってますよね。今は情報発信のカリキュラム私の元でやってくれてますけども、すごいこうコンテンツ提供者になるんじゃないかろうかと思います。すごいですね、はい。じゃあ皆さんもね、どんな社会だろうと結局は何を受け取り何を発信するのか、私たち一人一人の生き方がいつも問われてるってことだと思いますんでね、心していきましょう。それでは失礼します。